イヒニオ・ベレスカリオンは、キューバの野球指導者。元キューバ代表監督。元キューバ野球連盟会長。サンティアーゴ・デ・クーバ出身。マニュエル・ファハルド国立体育大学卒業。1999年から2001年まで3年。連続して、サンティアーゴ・デ・クーバを優勝に導く。アテネオリンピックで二0四年もオリンピックタイトルを獲得。WBC では、 キューバ代表を2回にわたって務める。2006年の WBC 決勝後のインタビューでは、まずは日本におめでとうと言いたいと、爽やかに勝者を称える会見を行い、話題となる。ベレスはキューバで最も成功したコーチの一人であり、2007年から2014年にかけてキューバ野球連盟を率い、パンアメリカンスポーツ機構の副会長を含む国際的な責任を果たした。 2021年5月12日、新型コロナウイルス感染症による合併症のため死去した74歳没。ミゲルディアスカネル大統領も自身のツイッターで哀悼の意を表明した。http://www.ecured.cu スラッシュインデックス .php スラッシュ higini overes.eb.diaz コネルリグレッツデスオブプレジデントオブキューバンベースボールフェデレーションプレンサラティーナ https コロンスラッシュスラッシュ www.plenglish.com スラッシュインデックス .php オイコール rn& id イコール67353 2021年5月15日閲覧フォールスエルクバーのヒギニオベレズ・ポル・コビット MLB,https, www.mlb.com, s, ML www. ml s ニュースフォールシオをギに呼べれず A 講座で COVID-19-2021 年5月15日、閲覧。